入ってきた野田と関野ちゃんと、練習今日2人ともスタメンで入ってますんで、使えないんで練習したいと思います。野田から1回歌いますんで分かる人ついてみてください。コールが、去年までの墓地選手のようなで、野田浩二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 、これです。ちゃんと歌いましょう。ラララヌヌ浩二、ラララ野田浩二、Thank you.
まず、先週水戸行かれた方お疲れ様でした。まあちょっとだいぶ暑くてヘロヘロだったんですけど、まあなんとかなんとか勝ち点1でまた持って帰っておれました。まあちょっとここ何試合かやっぱりなかなかいい試合ができなくて、選手も結構疲れも見えるし僕らもちょっとへばってる状態なんで、ここでね、まあ前の福岡戦以来勝ってないこともあるし、しばらく勝ってないので、今日は僕ら心を一つにして、ちょっと怪我人もちらちらといるんで、僕らの声で、チームを盛り上げて、スタジオも盛り上げて、暑いですけど、この熱で、いつもね、声に変えて盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあまああんまりなかなかと言いたくないんで、なんですけど、やっぱりちょっと声が、僕らの声もちょっと今、粘ってる状態が続いてると思います。まだ結構暑いんで、あれですけど、僕ら、選手が一番疲れてると思うんで、僕らはね、声を出して、選手たちを後押しするのが僕らの仕事だと思うんで、僕ら、まず僕らが元気出して、選手の疲れた足を動かせるようにみんなで頑張っていきましょう。お願いします。あとは、メッセージ弾幕とかいろいろ使わせてもらってみんなで上げて気持ちを伝えたいと思います。選手入ってくる時も、ちゃんとで使いたいと思います。さっき入り待ちで使った、やつレッドフステーション、あれを選手入ってくるピッチ入ってくる時にも歌って迎えたいと思います。ゲームラとか、いろんなものをあげて歌って一発で声出して盛り上げたいと思います。迎えたいと思いますので、今なかなか時間的に間に合わない方もいらっしゃると思いますので、ネットアソシエーションも歌いたいと思います。いいですか。はい、まあ、この頑張って、走る体育で飛び続けてほしいんで、しっかり今、勉強して準備してください。お願いします。